トールは第二次世界大戦で通称破壊戦を行ったドイツ海軍の仮想巡洋艦の一つである。1938年に巡航した商船サンタクルツ号を改装した船である。ドイツ海軍はトールを軍艦10号と呼び、イギリス海軍は同船をレーダー E と名付けていた。生涯で2回の出撃を行い、計22隻15万5000トンを打歩。 または撃沈した。コメートを除けば、ドイツの仮想巡洋艦でも最も小型であるが、1回目の出撃時には、イギリスの仮想巡洋艦3隻と戦い、2隻を戦闘不能にし、1隻を撃沈している。戦闘直前に、水上偵察機を有刺鉄線を垂らした状態で、敵小船の上空スレスレを飛行させ、空中船を切断して、無線通信を不可能にしてから、 襲撃するという戦法を取った。しかしながら、1942年7月20日のイギリス貨物船インダストの交戦時には、空中船の切断に失敗し、自身の位置を無線で暴露されたために、一旦通商破壊船を切り上げ、日本へと向かった。1942年11月30日、横浜港に停泊中に、隣接していたドイツのタンカー。 ウッカーマルクの爆発に巻き込まれ、沈没した。ありがとうございます。